始まりました。乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そしてそして乃木坂ちゃんです。はいはい、ビビビビビビ、なんだようだ。はいはいはい、おいおいおい、ビビ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 、せーの、 B 級ニュース。そういうこと、そういうこと。はい、ということで本日の企画お願いします。2022年を振り返ろう、B 級ニュース大賞。そういうことね。昨年もさまざまなニュースを世間に提供した乃木坂46。その中で人知れず巻き起こっていたメンバーのごくごくちっちゃなニュースを紹介します。今夜は2022年7月8月の B 級ニュースから。クロミ、先輩風が強くなる。ヨダ、人間関係を見つめ直す。やばいじゃん、重くない？ヤクボ、ライブで眉毛が消失。あ、これもう眉毛、銭湯の魅力を再発見。おーおーおー。秋元、毎日ギャグの贈り物が届く。以上、7月8月の B 級ニュースでした。はいはいはい、いやいやいや、あの前半もね、はい、お話聞いてみないと分かんないのもありましたしね。そうなんすよ、やばい、いきなりやばいんだけど、ちょっと待って、クロミ、最近クロミのこの先輩風がねかなり吹き荒れてますけども。はい、あのこれ私なんですよ。あ、林、そういうの、あのモノマネでな、はい、散々最近のちょっと先輩風吹かしてるみたいな ありましたけど、一番最初になんか私が、あ、クロミ先輩風吹いてるなって思ったのが、吹いてんなって、あの3月のアンダーライブで、はいはい、マーヤさんになんか自分から肩こうやって組みに行って先輩かのようになんか言ってて、一列になったりする時とかになんかこんな感じでなんか先輩に対してこうやってやってるんですよ。大丈夫大丈夫みたいな、その手の動きやばいな、なんか大丈夫みたいなやってて、緊張してる後輩にやるやつですよ。そうなんだよ、これ年上じゃないよね、ほぐしてるのやつ。 その後からあの5期生ちゃんが入ってきて、はいはい、日産スタジアムの時に結構がっつりその楽屋が近かったので、うんうん、5期生の子たちとクロミが喋ってて、うん、廊下になんかもうクロミフィールドみたいな、なんかもうクロミフィールド、クロミ街みたいなのが展開してたわけ。出てて、なんかすごい こんな角度でなんか話し込んでて、ああいいね、すごいもうゼロ距離で話すから、ゼロ距離、はい、すごいな。く5期生ちゃんは、うん、自分からなんかその講義を開いてるわけじゃなくて、うんうん、そのクロミさんの声を聞くとなんか廊下に行かなきゃってなるって。あ、そう、ご期生、ご期生こう言われてっけど、最初の時は、うん、来てくださったのがすごく嬉しくて、嬉しい、ね、いやそれは俺クロミ偉いと思うんだ。でこう1人2人ぐらいが集まると、うん、もう結局全員、うん、全員行くみたいな。それがクロミフィールド。見て、クロミフィールドの写真とかないの？撮ってなかったですね。そうか、今後撮ってもらいたいけど、まあ、でも定期開催されるんで絶対やりたいわ。どんなこと話すわけ、クロミ先輩は。近況報告します、クロミ。近況報告、はい、廊下にわざわざ出て最近どうなのみたいな感じでクロミさんが話して最近どうなの、あ、いい感じですみたいな。何がいい感じよ。あ、お仕事とかいろいろすごい助けていただいてありがとうございます、うん、あ、全然いいよ。あのさ、私のさ学生証の写真見る。言われた、いや、やばいのよ。出たこれ、そうです、そんなクロミがもう今や学校の違うアイドルグループにも入ろうかな。やばいぞ、みんな止めないと、クロミがね、面白いね。はい、じゃあ次、やばい、ヨダ、はい、何、人間関係見つめ直すな、どうしたよ、重いじゃん。2022年は先輩後輩関係なくみんなと仲良くなりたいって思う。クロミじゃん、クロミだ。憧れじゃん、憧れなんですよ、ヨダの憧れちゃう。それクロミがやっちゃってんだ、もうすでに。そう思ってたんですけど、いざ始まってみるともう休日は一人で家にこもってテレビと会話してるような生活だったので、あ、これは達成できない、まずいと思って、自分からいっぱい誘ったんですよ、後輩とかを。前向きな方をね、見つめ直すって、ね、どの辺誘ったの。柴田優奈ちゃん、柴田と今リカちゃんも誘ってて、カッキーも誘ってて、あと真夏さんのお家に遊びに行く約束も、うん、あ、すごいね、ちょっとだからどんどん関係をぐいぐい行こうと思って。いや、そうだよ、せっかくこんな何かの縁で集まったんだから交流を持った方がいいわ。例えば梅とかを誘わないわけ。え、
私本当に自信がなさすぎて誘えないんですよね、うん、それさでも誰かがさ前はいたじゃんそういう子が間つなぐメンバーっていうかさ、はい、確か間に入ってもらって黒身だ黒身だろそしたら絶対やってくれるぜひ依頼してください黒身に黒身に余談言って、はい、誰かとブッキングしてもらって黒身は来ないから一緒にいや後輩からはなかなか言えないよね、うん、私めっちゃなんか誘ってもらうこととかあっても、うん、その先に進まないことが多くて、うん、なんかだから本当は私と行きたくないんじゃないかとか思っちゃって心配になっちゃうんですでもだから黒見とかがいてくれたら本当に循環そうだねそうだね黒見いないとどうなっちゃうねこのグループ面白いね、うん、はいじゃあ続いてこちら、はいなこれね、はい、神宮な雨の日な、はい、見に来ていただいた日に雨に降られてちょっと描いてた眉毛が八久保と神奈川はもう本当にママみたいな本当にねでも俺それが良かったんだよなんか色っぽかったんだよありがとうなるほどあ映像あんの映像あんのあちょっと 見たい見たい、はい、あーなるほどね見てない逆にね大人っぽく見えてかっこいいじゃんそうなんだよ、いやかっこいいじゃん全然いいじゃんあれマジでいいじゃん綺麗でしょ綺麗綺麗本当ですか普段はもっと子供みたいじゃん、はいうん、そうそうそう大人っぽいんだよ大人っぽいのよ、うん、こっちもありですか？いやこっちベースでやっててもいいぐらいでこっちでこっちベースこっちベーススタジオっぽいのいいよありがとうございますいい嬉しいですさあじゃあ続いてはいよきいよきはい銭湯お好きなの私こう地元とかでも学校帰りとかに友達を連れてこう本当にこじんまりした銭湯行くの？いいね。すげえな。すごく好きだったんですけど、うんうん、こっちに上京してきてからやっぱそういうところとか分からなかったんですけど、はい、こうすごいいろんなところに一人で時間見つけては行ってます、うん、いい趣味してんな素晴らしいねで絶対に終わったら瓶の牛乳を飲むっていういやもうそこまでワンセットだもんね幸せあいやかわいい本当だこれはマジかこれ陽気なのこれはこれリアルガチャピンじゃないのい緑があるけどかわいいこれかわいいな風呂上がりこれはだ結構ノーメイクに近いわけでしょすっぴんやっぱすごいねこれよこれこれいや今回本当みんなちゃんと写真があるから素晴らしいいいですねじゃあ続いていこうかはい続いていきましょうこれ怖い、うん、秋元毎日ギャグの贈り物メンバーなんですけどあの林林ツアーとかでも毎日一緒にいたんですけど会うたびにちょっとギャグできたんで見てもらっていいですかいやすげーなマジどんなギャガーなの林ってえギャグなんかそのこのギャグあげますよみたいななんかプレゼントしていくんですけどもう一回も使ったことないまま、まあ、年越しちゃってみたいなもらったのなんか一応見せてくれていいのちょっと、はい、もらったやつちょっといやいやもらったから一回見せてその後林のやつあ分かりましたじゃあどうぞティースは何つっただから使わなかったんですけどちょっと何つったのピースピースティース歯を見せてピースをしてティースっていうのをくれたんですけどよくわかんないじゃないですかあーでもギャグやる人ってそういう人だよあのなんかいつか認められるんだよねあのいつか認められるか認められないまま終わるかあ自分の名前模したギャグとかないわけまだ作ってないですねその夏のが終わってからはちょっと黒身のモノマネが流行りだしちゃってあーそうかそうかすごい実は結構シフトチェンジしちゃったのでなんかさ短めで自分のなんか紹介できるギャグとか作ったらいい、うん、それはいいよ確かにえありますなんか今いただけたりします早心数ってやってごらんなさいすごい早心数あいいねいいね使いますじゃあ林だからそうかやっぱり林の木林の木いいね林の木はいける林の木あ林の木の方が可愛いわ、はい、あ林の木でもちょっとヤシの木っぽさは出した方がいいんだよあこういうのがいいかそういうことかヤシの木あなるほどどう林の木それがカマキリに近くなっちゃうそれ黒それ黒身のだからそれ黒身のだからカマキリってのは黒身のだからそれ黒身のではないじゃあ最後黒身ちょっとカマキリ見せてもらってせーの黒身春カマキリ春カマキリ何勝手なことやってんだよ何勝手なことやってんだよ考えてたんだよだから咀嚼して自分のものにしたんだよすげーな、はい
今年これで行きたいと思う。そうだね、うん、ちょっとこう 手は頭より上にしないとカマキリ何の指導受けてんの。お前のためだろ。ここからは9月からの乃木坂 B 級ニュース。坂口今年も忘れられる。遠藤偏った愛が重荷になる。カキカマキリからメッセージが届く。ユミキおばあちゃんの関節が美魔女。林みかんのミイラ化に成功。ヤクボトイレでチュロスを食べる。以上2022年の乃木坂 B 級ニュースでした。おや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 、今週もなんかカマキリってワードが出てたよね。怖いよ。どういうことよ今、ね、まずはじゃあ行きますか。行きますか。こちら、はいよ。出たよ坂口。嘘だろ。坂口はここでねもう過去何回も忘れられてるっていうね。そう言ってるけどさ、てか今どこにいんだ。あそこか。今すげー探してもいねえなと思ってた。こんな近くにいたのに。今年も忘れられちゃったのがあって、うん、あの山下が、うん、ブログに3期生の集合写真を載せたんですね。あるなそういうのな、はい、うん、それで私もその場にいたんですけど私一人だけ写ってない写真をたまたま山下がブログに載せてしまって。嘘だろ。怖いよ。だろそれ。怖いよそれ。これこれいるんですよちゃんと。坂口以外全員の。はい本当だって。どこにいるの本当は。これ坂口は本当は与田とか蓮香の間ぐらい。あで再度ブログが上がっていい。これは今後ろが切れてる。切れてんね顔。あの後ろおかしいな。なんでですか。前に行けばいいだけじゃないのこんなの。いやでもこの写真私が大体3期生集まるとき撮るんですけど、うん、これは自分から忘れられに行ってると思います。嘘。あの何連写するんですよやっぱ、うん、誰かしらがあの半目だったりするんでいっぱい撮るんですけど、うん、なんかすぐいなくなるんですよ。あ終わったと思って連写してる途中でもなんか消えちゃったりするからみんな気づかずに多分。もう一回見していないのといるの。あこれいないの。いないです。めっちゃ動いてる。あ動いてんな。いやマジ心霊写真だけど早いんじゃん動きが。電車の間にあんな動ける。確かに。あれだって前から後ろに行くってさ、カシャ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 ぐらい。あれだ梅に一緒にいるじゃん。あそうだな。下に梅のここに乗っとけばいいんだよ。そんな私巨人じゃない。梅も呼んであげな。わかりました。一番に連れてきます。そうだね、はい、行きます。さあ続いて N。 うんこれも役場なのかしら。あーそうだ、うん、どうなの役場みよちゃんの。やっぱりだよね。夏が過ぎたあたりから、うん、すごく嫉妬してくるようになって。あやばい。ただ好きだよとか可愛いねとか言ってるだけじゃなくて、その役場みよちゃんと仲良しの林瑠奈ちゃんと私がよく喋るようになったから、うん、さくちゃん林の方が好きなのっていうので。あすごい浮気するんですよ。いやいや浮気じゃないじゃん別に。話してるだけでしょ。でも嫌われるぞ林のことを。なんか特殊なあだ名で。なんて私にはそんなことしてくれないのに。あだ名林ルナのルを取ってルルルって呼ぶようになったんですけど。あでも今度からはヤシの木って呼んでな。ヤシの木ルルルでいいけど。でもルルルの方がなんか強いですよね。なんかな深いですよね。好きですよね。欲しいよねもっとね。そうそうなんです。だってしょうがないじゃん大好きなさ、はい、サクちゃんがよ。他の人と仲良くなった方がいいだろ。でもいろんな人に好かれるんだ。う、ね、うん、好きでいてくれるのは嬉しいんですけど。それをだって遮断しちゃったらさもう孤立しちゃうから。遮断じゃないんです。こう節度を持ってほしいんですよ。だって林と別に喋るぐらいいいだろう。やっぱこうなってくるとちょっと重荷っても言われてんだよ。重荷なの。いやいやもうタイトルが重荷って出てたろ。もう嫌われちゃう可能性もあるぞ。嫌い嫌いではないよ。嫌いじゃない。じゃないよ。言えないよこの 面と向かって。そりゃ言っていいんだよ。めっちゃ怖いで今の。どうしようかな。でもみんながもっとさくちゃんのこと好きになっちゃうから最近鞘師みたいにすごい仲良くなっちゃうから、うん、だって仲良くなりたいもんさくちゃんと。仲良くするのはすごいいいことなんで。じゃあいいじゃんかなったって、うん、良すぎるのはちょっと。同じだよ君とさくちゃんとの距離は。俺だって同じだっつうの。君とさくちゃんの距離と俺とさくちゃんの距離同じだよ。一緒じゃないです。私が一番だよ。じゃあはっきりしようよ。さくちゃんに聞いてみようよ。そうだよ
ヤクボと日村さんと林と俺どれが一番近いの？増えた順位つけてくれよ。一番距離が近いと思うの誰よ？距離ですか？距離、自分との心の距離よ。距離よ。さくちゃん、私の方が長く一緒にいるよね。ずっと言ってるよね、私は。そう、林だよ、もう今は。この感じからしたらヤクボの愛が足りないんだぞ。私？そうだよ。私、お前が悪いんだぞ。だってそうだろ、あんだけ好きって言ってたのにこんなに迷わせてるってことはお前の愛が足りないんだよ。だろ？すいません、私です。お前が好かれるような愛を向けてないんだよ。そうだね。何やってんねん、眉毛もねえし。でもそういうことだね。そういうことだろ。そういうことだね。まあ林、見せてやれよお前のギャグ。ティース。違う、それじゃない。違うよ、こっちよ。なんでティース、なんでティースなんだ。ティースは捨てろって。今綺麗な流れ入ったぞ。なぜティース。今後だから好かれるように。だから北風と太陽の話知ってるだろ。北風は強引に風で服脱がせようと思ったって寒いから着ちゃうんだよ。そっか、あったかい太陽の力で脱がせてやんない。はい、太陽だよね、さっきは。それ違うだろ、北風と太陽の話知らないだろお前。何も手口が変わってないじゃないか。ということで、だからそういう風にしてください。はい、ね、はい、続いて来たよ、これだよ。困っちゃうね、ちょっとこれが来ちゃうって。何、こんな流れある？あ、でもそんなあれですよ、こんな流れを組んで入れたわけじゃない。そりゃそうだよ。いやいや、本当でも見ていただきたくて、このメッセージ。何なのよ。はい、はるちゃん頑張ってお？黒みじゃん。黒みじゃん。ただの黒みじゃん。横から見た黒みじゃん今の。本当は毎年 B 級ニュースで、うん、あの子か。はい。はい、いとこちゃん。可愛いね。ちっちゃい。カマキリでお口してくれたわけだ。そうなんです。なんでかわかんないですけど、カマキリ。これはこの流れを予見してた。いや、そうとしか思えないもん、こんなの。だからカマキリがいるけど、横にはカマキリがいるけど。いた。頑張ってってことじゃない。いた。さあ、じゃあ続いていきましょう。ユミキ、はい、なんだこれ、関節が。おばあちゃんの関節が。そうなんです。私のおばあちゃんは70代から80代をうろちょろしてる感じ。してねえよ。してない。してねえよ。それは魔女。それが魔女だ。なんで。そのおばあちゃんの膝とか、うん、肘とかがめちゃくちゃ綺麗なので、一回見てほしいなと思って。うわ、綺麗。確かにツルツル。すごいね。ツヤツヤ。あ、これ綺麗。めっちゃ綺麗。これどこ、これ。これは膝です。これ膝か、分かる。どこって何か。膝を聞いたの。相当綺麗。はい、秘訣があるみたいで。肘と膝の、絶対に肘つかない、膝をつかないっていうのが秘訣らしいです。あ、じゃあちゃんと育て上げた綺麗な肘膝なんだ。そうなの。なんかオリーブオイルを塗りたくってるみたいで。オリーブオイル、じゃあ血引いてんだろおばあちゃんの。そうですね。肘も綺麗なんじゃない。私は真っ黒。全然黒くない。いや、でも結構膝とかも真っ黒で。膝見せるのエロいな、なんかちょっと。いいよ別に見せなくても。見せてもいいですけど。本当。膝真っ黒ではないでしょ。え、大丈夫。全然綺麗。全然綺麗。うん、まあまあ。いや、どうしよう。なんか綺麗よそれ。急に恥ずかしくなりましたね。そうだよ、もうほぼ裸見せてんのと一緒だから。だからおばあちゃんの言うこと聞いてたら今後も綺麗なんじゃない。そうですね、これからヒザワングランプリとかあったら出たいな。ヒザワングランプリはダメ、中村が出たくないっていう。あ、そっか、ボロボロ強弱だから。じゃあ続いて、はい、なんだこれ。みかんのミイラか。これ、バレンタインの時に樋口さんがよしてみんなにみかんをくれたんですよ。こう名前と、あとその似顔絵を書いた。あれあったね。あれさ、最後樋口のさ、はい、卒業セレモニーの時にイベント的にみんなが今度は逆にみかんに書いてお渡しさせていただいたんですけど、ね、バレンタインの企画の時にいただいたみかんを、うん、私はこう絵が切れちゃうと思って、うん、絶対にもう食べないって決めてたんですよ、もらった時から。で、結構エアコンとかを調節しながら乾燥させてミイラ化に成功しました。マジで。ドライフラワーみたいに。おー、本当だ。あ、ちゃんと絵も残ってる。味があるねこれ。今あるんですけど。あ、あんの。ちっちゃい。なんかすげえ。この距離から見てるとすげえ汚えもん、ただ持ってみたいな。
硬くって硬いです、あの水分はゼロです、ね、本当に、カチカチ音がする。そんなに樋口にもらったそれが大切にしてました。あれ、うん、樋口にチョコあげたんだっけ。あげてないです。おいおいおい気持ちだけ。なんか誰かもさ、先輩に買ってもらったジュースも飲めなくてどうこう。ああいたね。もう私ですね、はい、やばい、なんかすごいな、ヤクミツルさん的な、なんかコレクターなのかな。コレクター。最近あの冷蔵庫を買い替えたんですけど、うん、引き続き新内さんのお茶もそのまま引っ越しさせて、やばい、してます。結構ね、情が移っちゃうタイプなんですよ、物に対して。はい、もう捨てられないし飲めないし、そのまま置いてます。でもすごいよ、それ。どこに置いてあるの、普段は。今はあの靴箱の横に置いてます。なんか毎日その家出る時に見れるように。うん、すっごい。でも知らない人来たら汚ねって思われちゃう。だからケースとかに入ってればまだ。そうですね。はい、次、うん、これはなんだよ。トイレでチュロス。私今大学2年生で、1年間はこうリモートで授業を受けていて、はい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 、かなり友達が少なくって。あ、でもまあ大学しかもこういう仕事してるからあんまりな、まあね、そうなんです。作りにくいっていうのもあって、うん、友達少ないんですけれど、うん、どうしても大学でチュロスが食べたくって、うん、キッチンカーが来て売ってるんですよ。ああ来るんだ。そういうあるわけだ、うん、でも友達いないのに一人であの明るい食べ物を食べるのってちょっと恥ずかしいじゃないですか、うんうん、チュロスってすごい洋の食べ物なので、はいそうだ、分かるよ。でもどうしても食べたかったから、うん、買って上着の中にこう隠して、うん、トイレまで駆け込んで、うん、一人でチュロスを食べました。なんかかわいそうな話、あ、写真もあるんですけど。トイレなの。これトイレです。いや何を撮ってこの写真。いやでもさっきの強い気持ちで、なんなら知らない人とチュロス一緒に食べようって言ってみたらいいじゃん。ちょっとクロミみたいなことはさすがにできないんで私。クロミ別に知らない人にそんな行かないだろ、いきなりは。大学友達いんの。あ、います。なんかみんな寄ってきてくれました。ナイスナイス。どうや、ちょっとどうやればさ。ナイスよ。どうやれば友達が寄ってくんのよ。何にもやってない。すごい。何にもやってないのに寄ってくって。役場フィールドを開けばいい。あ、私も。でもそうだと思うよ。私その後も一人でホットドッグ食べたりとか。いや、かわいそうだな。かわいそう。誰かその場所に呼べばいいじゃん、誰か。さくちゃんは来てくれる。なんで行くんですか。さくちゃんは行かないよ。行くわけないでしょ。でも私のこと好きだから来てくれるかもしれない。さくちゃんはお前のこと好きじゃないよ。言っちゃった。おかしいな。まあでもチュロスだから大学で食うなよ。でもどうしても食べたいんですよ、うん、今後どうしようっていうのが悩み。あ、来てくれる。あ、お手洗いより非常階段の方がおすすめです。なるほど。いや、みんな悲しいな。だから大学でそうなのか、まだトイレよりはね。非常階段だと足音聞こえるので、人来たらすぐ分かります。はい、いい。逃げよう。なんなんで悲しい話ばっかり出てくる。乃木坂、この後 B 級史上ナンバーワンニュースが決定。2週にわたってお送りしたこちらのニュースの中から B 級ニュース大賞を審査委員長の日村が決定。乃木坂 B 級ニュース大賞2022は4月のクロミがアイドルになりかけるというあの例のカマキリ。あともう一つあります。6月の小川ドラマみたいな雨の朝、このお二人にさせてください。はい、まあもう今回ちょっとクロミやばかったね。クロミがちょっと神がかったな。クロミこの前のモノマネあたりからやばいね。やばいですか。ぐんぐん注目度が。あ、結構メンバーがいろんなラジオとか番組とかで自分がいないところで名前をみんながあの出してくれてるので感謝ですね。みんなが出してくれてるんで感謝。今こうやったのかと思いました。すごいな。でもさっきグータッチされました。さっきグータッチ。嘘。どうやってどうやってどうやってタイミングでいつされるの。前半と後半あったじゃないですか、うん、B 級ニュース、はいはいはい、その間に2人で喋ってたら、うん、クロミすごいね、大活躍でモノマネもさ B 級ニュースもそうだよね、ここ最近ね、もう頑張っていこうねって言ったら一緒に頑張りましょうって言って一緒に頑張りましょう。いやすげえな。すげえな。いやキャプテンだぞ。最初もなあのギャグちゃんと買います。ねえ、ひも、嬉しいよね。あれはありがたいよ。うん、林ライスだね。林ライス。うん。3、2、1、どうぞ。林ライス。秋元真夏卒業コンサートのモバイル選考受付中。テイスイヤーバースデーライブブルーレイ&DVD の発売が決定。
はい、じゃん。うわ、やだ。センブリ茶。いきます。